アルバロデバ3級フリゲート。アルバロデバ3級フリゲートは、スペイン海軍のフリゲートの艦級。海マイナス100型とも称される。ネームシップの艦名は、無敵艦隊の創設者、サンタクルス港、アルバロデバサンによし来る。建造費は、約5億4、0ドル。1960年代より、ナト o 諸国海軍は、フリゲートの共同開発を試行しており、 1979年12月には研究グループが発足1981年より実行可能性調査が開始された。これによって着手されたのが NFR-90 計画であった。発足当初はアメリカが主衆国、イギリス、フランス、イタリア、西ドイツ、カナダ、オランダの7カ国であったが、1983年よりスペインも参加し、 4隻の建造を予定していた。しかし、NFR-90 計画は、事前調整から難航しており、計画が具体化する過程で、運用要求の際が、顕在化し、1989年には、イギリス、フランス、イタリアが計画より脱退した。そして1990年1月には、スペインも、脱退を決定。この直後に、NFR-90 計画は中止された。 一方で、新しい防空艦の必要性は明らかであり、NFR-90 計画の破壊直後より、代替計画を模索する動きが始まっていた。スペイン海軍では1992年9月より、計画概要定義に着手していたが、1994年、ドイツ、オランダ、そして、スペインの外務大臣が覚書に調印し、三国共同フリゲート、計画が開始された。 NFR-90 計画では同一設計を施行したことで運用要求の際が顕在化した班から TFC 計画では NFR-90 から引き継いだナウス戦闘システムのみを共通装備としてこれを搭載するビークル部分はドイツは海1 2 4型、オランダは LCF 型、そしてスペインは海1 0 0型と 各国が別々に設計することとされていた。しかし計画の過程で、軽空母、プリンシペデ・アストリアスを中核とするスペイン海軍と航空母艦を持たないドイツ・オランダとでは艦隊防空への要求事項に差異があることが明らかにいった。また、スペイン海軍は1953年の締結以来、一貫してアメリカ海軍と補調を合わせた艦隊整備を施行しており、 独自路線を取るドイツ・オランダとのスタンスの違いも、顕在化した。このことから、1995年6月、スペインは TFC 計画より脱退し、ス -100 型には、ナウスに変えて、イージスシステムを採用することとした。これによって建造されたのが本級である。なお、TFC 計画は、ドイツとオランダによって継続され、ザクセン級フリゲート及びデーゼーベンプロビンシェン、 急フリーゲートとして結実した。線形は中央線路型だが、レーダー社会を確保する必要から、完備パ板部分の還元は多少低くなっている。また、線路部分の外面、ナックルラインは、看板線と一部一致していない。艦首には、長大なブルワークが付されている。またレーダー反射段面積、RCS 低減のため、主線体や上部構造物、マストなどには、 傾斜が付されている。船室は R-36 高長力校、主船体には4つの甲板と13の主角壁が設けられている。大重量のアン、スパイ -1D を支えるため、胴部の極部角壁は上部構造、マストの基部まで設けられている。またダメージコントロールのため、船体は前後ほぼ等分に4つに区分されており、NBC 防護も兼ねて、 各ゾーンは独立してフィルター及び空調によるシステムを構成している。現、ユラ装置としてフィンスタビライザーを備える。風速100ノットまで作戦可能とされている。なお設計上450トンのマージンが見込まれており、排水量6250トンまでは許容できる。指揮官にはコドック方式を採用しており、巡航機として バサンキャタピラー3600ディーゼルエンジン、短期出力6000馬力、高速機として、ゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジン、短期出力23324馬力を搭載した。推進機は4.65メートル計、小翼式の可変ピッチプロペラである。電源としては、マットゥー 12V396 54。 ディーゼルエンジンを原動機とする発電機、短期出力 1100kW4 セットを搭載した。戦闘時の最大消費電力も3機で賄うことができ、1機は予備として控え分けされる。機関区画は中間区画を備えたシフト配置とされており、監修側から全部発電機室、全部機械室、補室機室、後部機械室、後部発電機室の順に並んでいる。 全部機械室が右弦軸を、後部機械室が左弦軸を駆動する。発電機室には発電機がそれぞれ2機ずつ配された。なお水中放射雑音低減のため、手機、補機ともに防振指示が図られている。また、赤外線シグネチュア低減のため、排気系にはディフューザー、ディダクターシステムを装備した。 本級の中核的な装備となるのがイージス武器システム AWS であり、その主センサーとなる案、スパイ -1D のアンテナは環境構造物の四方に固定配置されている。なお本級搭載のシステムは特にダンクスと呼称されている。これは MK-99 ミサイル射撃式装置が2セットしか搭載されていないなど、 オリジナルの AWS をもとに一部機能を削除する。一方、分散コンピューティング化及び、商用オフザシルフ、コッツ化を図ったものであり、最初に建造された4隻、フライトアイで搭載されたベースライン S1 は、概ね AWS では、ベースライン5フェーズ E に相当するとされている。また2007年から2010年にかけて、ベースライン S2 へのアップデートが行われた。これは、 AWS のベースライン6フェーズ I に相当するもので弾道ミサイルの探知、追尾能力の付与、共同交戦能力、セックへの対応、SM-2 ブロック5及びトマホーク、巡航ミサイルの運用能力付与がなされた。その後、2012年に収益した5番艦では、AWS のベースライン7フェーズ I に相当する。 ベースライン S3 が搭載されており、他の4隻にもこれはバックフィットされる予定である。戦術データリンクとして、リンク11及びリンク16に対応する。また、台米通信装置として、UHF 隊の案、WSC-3 衛星通信装置。また、スペインの衛星事業者である、社の通信衛星などに接続する他の SHF 帯。 衛星通信装置の後日装備が予定されている。なお、ナバンティア社は、AWS の指揮決定、C&D システムやディスプレイシステム、AS のソースコード開示を受けたとされており、これをもとに戦術情報処理装置を開発している。艦隊空ミサイルの発射装置として、監視艦板に48セルの MK41VLS を備えている。 ミサイルとしては、ベースライン S1 では、SM-2 ブロック E やが用いられていたが、上記の通り、ベースライン S2 への更新に伴って、ブロック5に変更された。一般的な搭載数は、SM-2 ブロック5が32発、SM が64発とされている。また、艦隊艦ミサイルとしては、ハープンブロック E の4連装発射塔を2機、搭載している。 艦砲としては、監守部に54口径 127mm 単装砲、MK455 インチ砲を一機備える。これは、アメリカ海軍のタラワ級強襲揚陸艦から撤去された砲を流用して、イザル社で、もっと2機核へアップデートしたものであり、ドルの射撃式装置の指揮を受ける。CIWS として、国産のメロカの搭載が計画されたが、二千十六年、 現在実現していない。対戦兵器としては、バレアレス級などと同様に固定式の MK-32 モッ d 9連装単魚雷発射艦を備え、MK-46 モッ d 5単魚雷を発射できる。また、対魚雷も兼ねた、アブカス対戦迫撃砲を備えているという説もある。完備艦板艦には27メートル超のヘリコプター艦板が設定されている。 本級は、ランプス m k e に完全に対応しており、ヘリコプター艦板には、ロスト着艦高速装置を備え、アン、SQ9-28 環状情報処理装置、及びアン、SQR-4 ヘリコプターデータリンクも搭載している。関西ヘリコプターは、SH-60B 紹介ヘリコプター1機で、ある。ネームシップである、アルバロゲバさん。 世界101は2005年の遅くにセオドアルーズベルト空母戦闘軍、現空母打撃軍の一員となるべくペルシア湾に派遣されている。アルバロデバさんはこの海域でイラクの目標に対するアメリカ軍の攻勢作戦に支援を与えていたという話もいくつかあるが、これは当時のアスナール政権がイラク戦争に対してとっている高姿勢と相入れないものであり、公式には否定されている。 2008年8月、アルバロゲバ3級、フリゲート2番艦のアルミランテ・ファンデボルボーンは、アメリカ海軍のオリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲート、テイラー、ドイツ海軍のブレーメン級、リューベック、ポーランド海軍の OH ・ペリー級、ゲネラウ・カジメ・シュプアスキのナト o 所属艦艇と共に、国会での演習のために、ボスポラス海峡を通過した。これらは2007年10月時点で、 すでに予定されていた演習だが、南オセチや紛争の当事者であるロシアが情勢への影響に対して懸念を表明した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。